皆さん、こんにちは。人の体は、注意して扱い、手入れの必要がある、素晴らしいマシンです。体の隅々にまで、注意深く耳を傾け、体が発信する、信号を、キャッチすることが、非常に重要です。あなたが思っているほど、健康ではないと、体が、サインを出して、いるのかもしれません。そこで今回は、無視してはならない、病気のサインについて、ご紹介します。その1、40歳前なのに、目立つ白髪。白髪は、自然現象の一つで、多くの場合、遺伝子に基づいていると、考えられます。しかし、30代で、50% 以上の頭髪が、白髪になっているようなら、それは、家系が原因ではなく、糖尿病の兆候である、可能性が、大いに考えられます。その2、増えていく、ほくろ。体にできる、ほくろの大半は、良性で、無害なものですが、中には、危険なものも、含まれています。特に、紫外線が、原因と思われるものは、危険なサインです。過度な日焼けが、引き起こす、日光角化症は、強い太陽の日差し、さらには、紫外線によって、皮膚がんの、現象となる変化が、肌の上に、現れているものと、考えられます。その3、目の色の、変化、黄色や、赤色に注意。人の目は、角膜とともに、外膜を形成する、角膜の色は、白が基本です。ところが、睡眠不足や、寒さが原因となる、以外の理由で、白目の部分に、色の変化が、起こるような時は、体に、危険な変化が、起きている可能性があります。例えば、角膜が、黄色になっていると、黄疸、肝臓や胆のうに、何らかのトラブルを、抱えている、サインかもしれません。また、角膜が、赤色の場合は、高血圧や、結膜炎などの、ウイルス性疾患の、兆候が考えられます。その4、唇の、ひび割れ。厄介な、唇のひび割れは、温度や、気候の変化によって、引き起こされます。ところが、唇の端や、口内に、頻繁に発生する、ひび割れは、ビタミン B や、亜鉛が、不足している、兆候かもしれません。唇が、頻繁にひび割れするようならば、真菌感染症という、可能性も考えられます。その後、首の、むくみ。首が、むくんで見えることに、気がついたならば、できるだけ早く、医師の診察を、受けるようにしてください。首の全部の腫れは、特に、20歳から50歳の女性の、甲状腺に、トラブルを抱えた際に、この、首のむくみの症状が、よく現れます。その6、眉毛の、抜け毛。私たちの眉は、年齢を重ねるに従って、次第に、薄くなっていきます。しかし、眉毛の量が、突然、少なくなるような場合は、甲状腺機能亢進症、もしくは、甲状腺機能低下症の、兆候である、可能性があります。なぜなら、これらの疾患を患うと、抜け毛を伴う、場合があるからです。その7、手のひらの、血色。テカテカと、艶やかに光るような、赤い手のひらは、皮膚炎や湿疹。さらには、アレルギー反応が、原因となっている、可能性があります。例えば、金属アレルギー、食品アレルギー、薬によるアレルギーも、考えられます。他にも、原因はいくつか考えられ、
働きすぎによる過労や肝疾患でも同じような症状が見られます。その8、爪の変化、形、色、厚みなど。爪はあなたの健康状態について実に多くのことを教えてくれる器官です。その変化の原因も様々で、色、形状の変化、厚さなど日々注意深く自分の指先を観察することをおすすめします。その9、足先の冷え。人の体で足は心臓から最も遠く離れた場所に位置しています。そのため血管系の疾患を抱えた時に最初にその兆候が見られるのが足なのです。例えば低温やストレスが原因で末端部分が冷えて感覚がなくなる冷のう病。この疾患は手足の指、鼻、耳などの血管を締め付ける症状を引き起こす自己免疫疾患です。末端が冷えたり白くなったり麻痺するようならば要注意です。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。